もうあの最強タッグを、開幕戦、13日を目前にして青木選手ともう今更ね2人で何か特別な練習をするってことはないですけど、まあこうやってねこう河川敷の横を同じ場所で同じ空間にいることで、まあその目前のお互いのコミュニケーションをまあ再び取ろうかなと思ってますね。ゴーゴーゴー、ダッシュ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 、ゴー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 、よいしょ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 、こうやってね、あの自然とまたこうチームメイトとこう一緒に練習することで、まあチームワークはまあ完璧じゃないかなと思いますね。まあ、あとはね、こういう映像を通してちょっと言えない練習をするんで、もう秘密特訓が今から始まりますんで、まあ、本当今日ね、見ていただいたのはごくわずかですけど、この後秘密の例のやついきますから。マジですか。もうこれはリング上で出しますんで、いわゆる秘密の技があるんで、今回対策で考えた優勝するための秘技をちょっと繰り返しで練習しなきゃまだ完成度が低いので。うん、確かにそうですね。秘密の技イメージはできてるんで2人で、あとはこの実践練習でその秘密の技を本当の13日までにリング上で出せるかっていうまでの完成度をちょっと今から高めていこうかなと思ってますんで、秘密の技をね、いや、これが決まればもう間違いなく2連覇は間違いなしです。何ブロックですかね、僕らは B でしょ。だからそこはなんていうんですかね、なんかこうまっすぐな選手よりこう総合力にかけた選手が多い印象なんで、まあでもね、宮原健と青柳優真組にまあ、2連覇かかってるチームは僕らだけですからね、まあ、総合力で言ったら群を抜いてんじゃないですか。いや、間違いなく B ブロックが一番カオスなんじゃないですか。なんかなんでこのブロックに放り込まれたんだろうっていう文句も言いたくなるレベルでカオスだと思います。まあ大丈夫だと思いますけどね、はい、大変そうですけどいけます。いやー、そのどのチームが上がってくるかなっていう、まあ想像はある程度はしてますけど、まあどのチームが上がってこようと、もう僕らが目指すのは2連覇ですからね。最強タッグ優勝と、そしてなおかつこう全日本プロレスを応援しに来てくれるお客さんを楽しませる、もうこれができるのは我々のチームだけですから、求められてるチームですよ我々が、間違いない。まあ世界タッグでね、チャンピオンベルト落としましたけど、まあ、ビジネスタッグっていうことはもうね、皆さんご存知だと思いますので、もうやっぱりこのビジネスタッグっていうことをあえて2人で分かった上で組んでるっていうタッグですからね。だからそういう、なんですかね、世間一般で絆みたいなのはね、ぶっちゃけ僕らにはあまり関係なく、絆なんか関係ないぞと、俺らはビジネスタッグだっていうものを歌ってますから、そこで変なね、あれはありませんよ。だから2人の中ではもうビジネスタッグだっていうのをねあえて言ってますからね、こうやって2人で並んでるのもビジネスだから並んでますから、そういう意味ではビジネスじゃなかったらこんな近くでね並ぶこともないでしょうしね。近いですね。近いんですよ、まあ、この最強タッグ優勝っていう目標ではなく、僕らにとっては仕事です、ビジネスという。やっぱそうすることによって全日本で見に来てくれるお客さんが喜んでくれる、まあやっぱお客さん喜ばせてなんぼのプロレスですから、やっぱなんですかね、それが仕事です、プロレスラーの。だから我々が優勝して、その優勝という仕事をしてお客さんを喜ばせたいです。最強タッグ、またアブドーラー小林選手が参加してるんですけど、出んのあいつ、この出場します。もういいって、もうあいつマジで、あいつ結構しつこいよね。まあブロックも違うし、ぶっちゃけ出るも出ないも俺に関係ないですけどね。なんかアブドーラーさ、出んのマジで、あいつ本気で、まあ、決勝まで行ったら、決勝トーナメントまで進出したら当たる可能性も。いやいや、まあ、いいよもうアブドーラーさんの話は。
アブドーラさんやめよ、もうそういう話はどうでもいい話だから。全く今僕の人生観にない話だから、アブドーラさんって。アブドラザやめよ、もうや、そういう話は。